地密義士、地密義士、自公マイナス氏は、中華人民共和国四川省に位置する地球市。四川省の重要な工業基地の一つでもある。特に中国の三戦政策により、内陸のこの地に科学工業が集積した。また、古代よりこの地で産出される、イエン、イシオという塩は貴重なものとして地へ売られ、製塩業や塩の売買。 塩に関係する工業で財を成した、富裕な商人が多く住んだ。近代的な生炎技術が導入されるまでは、生炎と塩取引で栄える地密儀は中国でも豊かな都市の一つである。地密儀市は、四川盆地南部の丘陵部にある。東に、露州市、西に、落山市、南に、儀貧市、北に、内郷市と接する。地域は、 東西は1 1 9 6トル、南北は9 7 2トルにわたり広がり、面積は4373平方キロメートル、内宿面積は812.6平方キロメートル、地域内は低い起伏の多い丘陵地帯が大半で、地勢は北西から東南へ傾斜し、海抜は2 5 0ルから5 0 0ルの間、市街地は 海抜280メートルから400メートルにかけ、広がる。市内の主要河川は、長江水系に属し、また、多江の下流部分のうち127キロメートルが、市域内を流れる。市街地を流れる川、鎌谷川は、多江の主要な支流で、その上流では、朝日水河や、伊縁川が合流しており、流域面積は、合計3490平方キロメートルに、達する。 また、市の西では、古市系川が北から南に流れており、栄県を貫き、民放水系に属する。これらの河川は、四川省南部で、最終的には、長江に注ぐ。生都市、名洋市に次ぐ都市であると同時にその歴史的な、背景より、国家歴史文化名城に指定されている。市内で発掘された恐竜の化石から、恐竜の里の別名が、 古代からの声援にちなみ、千年寺夫の別名がある。地密儀の歴史は古いが、地密儀という地名は近代のものである。1939年、この地域にあった、地流儀と密儀という二つの古い町が合併して、市となり、頭文字をとって、地密儀という名になった。この二つの町の地名は、今も、地竜区と蜜儀という四か区の名に残っている。 どちらも、塩水を取る井戸にちなんだ地名であり、生塩業で栄え、豊かな炎症人の活躍する町であった。地密着では深い井戸を掘って濃い塩分を含んだ地下水を汲み上げ、乾燥させて塩を取り出す、生塩業が古代から盛んであった。こうした塩は、イエン、イ塩と呼ばれ、塩分の補給や野菜などの食物の保存のために、飛ぶように売れた。 近代に入り西洋の製塩技術が導入され、海の塩や岩塩が輸入されるようになり、1930年代を最後に製塩は下火になった。しかし古来の製法の製塩井戸は今も残り、四川の石尾は味の良さから最上級の塩として珍重されている。塩とと称される地密儀において石尾の生産は五感の頃にはすでに行われ、 不裕な炎症人による繁栄は、新末期及び中華民国初期まで続いた。民末期から新の初期にかけ、地密義のある四川の地は、朝賢中による反乱と住民に対する殺戮、新軍と朝賢中軍との戦い、南明と清の戦い、三藩の乱などの戦乱が30年以上に渡り続き、後廃が進んだ。人口の激減したには、下北のほか 湖北省、湖南省、関東省などからの移民数百万人が流入したが、ここを天使船、さらに、順次三角の五年には、薬病、干抜、大飢饉が起こった。地密儀の城内外には、虎が出没して人を襲い、特に現在の、不純県の町は、虎や氷河ばっこし人の姿が見えないほどとなった。地密儀に属する栄県は、 中華民国や中華人民共和国の重要な指導者であった五玉章の記事であり近代革命の最初の震源地でもあった。坂江県は旧王朝体制下で独立を宣言している。1911年に中国に帰国した五玉章も視線に赴き、越観鉄道の国有化に反対するホロ運動を指導し、坂江県独立を画策し、侵害革命に向けての 反政府運動のきっかけとなった。また発足間もない中華民国にとって、塩の栓培化による大きな収入は外国からの借り入れの際の担保として重要であったが、当時の中国で最も良い塩は四川の塩であり、四川の中でも地密着の衣塩が最高品質の塩であった。1939年8月、四川省政府は主要な生塩地帯であった不純権。 第五区及び、堺県第二区を統合指針に、地密義士の設立を決定、9月1日に正式に成立した。当時は、日中戦争が激化していた時期であるため、市成立直後の10月10日から1941年8月19日に、かけての2年間、日本軍は7度にわたり地密義を空襲した。この間、地密義は、大きな被害を受けたが、地密義に設置された。 校舎法が日本軍の爆撃機に対抗した。日中戦争では日本軍の爆撃を受け被害の大きかった都市でもある。また国民党軍の記録によれば日中戦争を戦うための寄付金が最も多く寄せられた都市でもある。市内を流れる釜谷川の北岸にある関我が川山の文字は地密着の富裕な商人から戦費の寄付を受け取ったことをきっかけに 国民党軍の著名な軍人である、兵玉将が新筆をしたものである。1950年代に鉄道が通り、1970年代以末から新市街の近代化が始まり、1990年代に廃離近代化の勢いが加速した。旧市街は、かつての塩の都であり、今も工業と農業が営まれる。一方、新市街は、 中国各地からの観光客のための施設が多い観光の町である。地密着で有名な高等教育機関は理科系大学の四川理工学院である。前身は加藤加工学院、現在の加藤理工大学であり1965年に戦争に備えて内陸部に移転したが、1983年に四川加工学院、後に四川系加工学院となった。 2004年、自蜜義市販高等専科学校と自蜜義教育学院と合併して、現在の市川理工学院となった。周辺には、ハイテク工業団地も建設されている。などが、自蜜義を代表する見どころである。自蜜義の大仙式恐竜化石群遺跡は、中国で見つかった中でも最大級の恐竜化石群であり、面積は1万7千平方。 M あまりに達する。1980年代、地三木市街地の西7キロメートルにある大仙式地区で大きな化石が発見され、そのうちのジュラ紀中期の流客科目に属する新発見の恐竜には、大仙式、ダシャンプ、ダーシャンプーの名をとって、ダシャンプソリス、大仙式竜と名付けられた。保存状態がよく興味深い化石が発見されるため、この地は、 世界の恐竜学者の関心を引いた。1987年にはアジアでも最初の恐竜博物館である地密義恐竜博物館が大仙式に設立された。現在も大仙式での発掘は続いており、恐竜や進化の歴史の解明に寄与している。これまで発見された恐竜には、オメーサウルス、オメイソリス、ギガントスピノサウルス、ジャイガンツパイナソリス、 ヤンチワノサウルス、ヤンチワナソリスヘパンジェンシス、ファヤンゴサウルス、ウィアンガソリス、シャオサウルス、シャソリスなどがある。地密着の明かり会、ランタンフェスティバルは、東大より続き中国国内でも伝統がよく保存されているものの一つであり、北京や上海、香港、中国各地、東南アジアなどで近年行われるようになったランタンフェスティバルの原型でもある。年一度、 農歴の正月、現象説の開始と同時に行われ、普段は静かな地味着に中国国内外からの観客が多数集まる。その他の観光地には次のようなものがある。4四種かつく2件を管轄下に置く。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。